はい、ということで、ここで明日の、違うわ、来週の次回の麦読みの担当するメンバーに宿題を出そうと思います。どうしようね、何がいいですかね。なんだろう、何がいいと思いましょうか。なんだろうな、来週誰なんだろうな。来週はでもまだ8月だからちょっと夏っぽい方がいいのかな。難しい。夏？何がどういうことがいいの？難しくなってきちゃった。リリハラはしない。だって誰かわかんないんだもん。やだよ、誰かわかんなくてさ、すごい困らせちゃったらさ。あ、いいね、オッケー、わかった。ちょっと待って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 、まあいっか、ちょっと間違えてる気がする。ひょー、ねえ、怖いっていう感じさ忘れちゃった。ねえ、どこが違うか教えて。多分違うんだよ。斜めなの？斜めなの？斜めだね。これで合ってる？なんかさ、前間違えたのよ。前間違えたんだよ、確か。夏ということで、怖い話してください。ああ、もうこれが怖いよ。それが怖い。僕が一番怖いからね。やっぱ現代社会、感じね。いや、まだ学生ではありますけど、やっぱりね、普段メールとかしちゃってるからダメなんですよ。はい、じゃあ夏休みの宿題を、リリアから見て。夏ということで怖い話してください。え、怖い話してください。私でも本当にあんまりその心霊体験とかしてなくて、まあ、唯一みんなが知ってる、なんかテレビとかで話したアミちゃんお化けとか多分知ってる方はいると思うんだけど、アミちゃんお化け以外に怖い話した経験って、なんかそのライブで、ホテルにみんな泊まったんですけど、結構そのホテルがずっとみんな怖い怖いって言ってて、疲れてると大体みんな一人で寝たいとか、まあ、一人ずつ部屋あるんだけど、さすがに怖すぎて、あのメンバー同士の部屋で寝るみたいにみんな結構言ってて、でも私怖さとか分かんないから、まあ、別にいいやと思って、私は一人で山梨かなかどっか地方で一人で寝てたんですよ。でもなんか全然寝れなくて、寝れないなと思いながらも頑張って目つむってて、でなんかちょっと寝ぼけたぐらい、なんかよく分かんないけどちょっと怖いなって思いながら寝たのね。そしたらなんか体が動かなくなったの、夜ホテルに。あ、これは金縛りについにあったぞって思って、本当に動かないの。手を動かそうとしても動かなくて、足も動かしてみようと思っても動かなかったの。わ、これはやばいと思って、ついにみんなが言ってた通り、みんなと一緒に寝ればよかったって思って、でも悲しみにあってんだけど、意外と心の中は冷静で、ちょっと目を開けてみようかなみたいに思ったの。でも怖い怖いって思いながらも、パッて目を開けてみたの。そしたら目開けれたの、悲しみだけど目を開けれて、そしたらなんとベッドと壁の隙間にただ自分が挟まってっただけだったっていう怖い話でした。おしまい。はい、ということで続いて
この月曜日の宿題は終わりです。はい、青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 うーんやるしかねえ。